うん。それはバイキングの弓じゃない。ズルすんなよ。族長、ルールはどうなってます？わからない？木に紐がついてるじゃない。あれは弓よね。でしょ、はるばる。お前の言う通りだよ。偉大なるハルバル殿にお願い申し上げます。私を船に乗せてください。なんだって？私はレイフ・エリクソン、赤毛のエイリークの息子。赤毛のエイリーク？有名なバイキングの？おまけにいい男なんだよ。フラーケ族は偉大な戦士を歓迎する。ここに宣言しよう。今年の優勝者はレイフだ。これは小さくて弱虫な海賊の物語。これはオーディンの剣じゃないか。すべてのものを黄金に変える力があって、魔法の剣で母さんが黄金に。確かに全身金ピカだ。絶対に母さんを助けるからね。かわいそうだが、お前は小さすぎる。一緒には連れていけない。じゃあどうやってバイキングになればいいのさ。大好きな母さんを助けるため、小さな海賊は挑戦する。そうだ、この手で行こう。知恵と勇気を持って、さあ冒険の大海原へ。俺たちは何者だ？そうだ、バイキングだ。ユーミア。父さん、バイキング、僕に従え。シングのスタッフ最新作、小さなバイキングピッケ。こんな美しい女見たことがない。